というわけで今日はエマビに来てます。もうあれからね2年、西日本豪雨から2年ということで、明るい話題をねなるべく振っていこうかなと。で今日ねここに来た理由は、この先にねプラモデル屋さんがあったんですけど、ちょっとそこに行ってみようかなと思います。はい、この今いる後ろに、プラモデル屋さん、エラ屋さんっていうのが、あって、かなりね浸水してすごい被害になって、プラモデルをね激安で売ってたという、お店があったんですけど、春ぐらいに解体工事をしたということで現在残ってません。で今日はねそのエラ屋さんが矢掛の方にあるということで、営業再開したということで、ちょっと行ってみようかなと思います。でこれもね、去年の令和1年の5月ぐらいにオープン、再オープンしたということで、ちょっと今日は行ってまいります。エラ屋さんなんですけど、この宿場町じゃなくて天神宮三王寺の、沿いにあるそうで、ちょっとこれから行ってみようかなと思います。結構距離があるんで、ちょっと昔のね街並みを見ながら歩いて行ってみようかなと思います。すごい。これちょっと気になったんですけど、このね後ろが中国銀行なんですけど、こういうねあの街の外観に合わせた感じで、ちょっと一風変わった、古風な感じになってる、中国銀行さんです。もうね思った以上に、宿場町感がありますね、さすが。はい、このままちょっとねまっすぐ行ってみましょうかね。あ、本当ですね。この、あ、気づかなかったですね。これだけやっぱり理由があるんですかね。まあ、これ、まあ、昔のお金持ち。あー、なるほど。先ですかね、エラ屋さんが見えますね。ちょっと今日はここに行ってみようかなと思います。さあ来ました、エラ屋さんに。今日は、はい、今日のね現場がこちらです。エラ屋さん、プラモデル屋さんなんですけど、今日はここに、行ってみようかなと思います。お、まだ、西日本豪雨で水没してしまったプラモデルが置いてあるということで、はい、一応ねそのお店の方に、頼んで、店内もね撮影してもいいということで、特別にねちょっと撮影させてもらいます。でもどっちかというと、願いが結構。
1998や。いろいろ置いてますね。結構海外の製品もね、プラモデルも。すごいな。昔からここにあったってわけじゃなくてっていうことなんですかね。実践はあったんですけど、もうやってなかったね、こっちの店。モデルもほとんど置いてなかった。専用品の店だったんですけど、もうやってなかった。もう5年ぐらいやってなかったので。あ、そこから。そうですね、そこでもう全部片付けて。あ、じゃあもうそのマビにあったエレヤさんの商品はもう全然こっちにはない。なかった。あ、もう、あ、じゃあもう。もうあれですね、もう全部これもう最初から、ね、すごいですね。若い方もあんまりされる方がいないんで。ですよね、もうやると思って、しても。ファンダムが40歳代とか、ね。ああ、ですよね。なかなかやっぱ40代とかになりますので。ですよね、最近はもうね、出来上がったままのやつを欲しいっていう人が多いんで、組み立てるって言ってもね。ね、できない方が。ですよね。色塗ってないのとか思われて、ね、色塗るのが、ね、楽しい。そうですね、やっぱりプラモデルされるんで。この部品なんですけど、ただでね、お持ち帰りくださいということで、ただでも湿気が残ってます。はい、皆様ご視聴お疲れ様でした。というわけで今回は、マビから矢掛に、移転したプラモデル屋さんエラヤに行ってまいりました。やはりね、マビ同様に、プラモデルがたくさん置いてありました。はい、普通のプラモデルからかなり激レアなものまでたくさん置いてありましたが、何点かね購入させていただいたのですが、その中でも比較的
お渡しやすい、保存しやすいものをね、紹介したいんだと思うんですけど、泥まみれになったこの車両のあれですね、プラスチックでね、プラスチックのケースに入ってるんですけど、これをね、もし視聴者プレゼントとして、出したら欲しい人はいますかね。この柄的によく、JR 山陽本線、岡山走ってる、車両とちょっと似てるんですよね。型とかは全然違うんですけど、比較的なんか似てるような、車両なんですけど、欲しい人がいれば、ぜひコメント欄に、これもプレゼント企画にしようかなと思ってます。それではよろしくお願いします。それでは失礼します。アバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。